どうも、三沢リオと申します。実況相方の味噌汁です。今回のゆっくり実況は、新作カービィのコロシアムを未評価ですっぴんクリアする企画です。今開催してるコロシアムは一番難易度の低い、メタナイトカップです。最初の相手はウィスピーディスカバリーの姿。ご立派に成長しちゃってまあ。すごく大きい足のみ落としてくれるので、素早く吸って吐きます。間に挟んでくる空気孔を利用して、チェスト回避でスローにさせて、その間に足のみをゲット。おお、これは神配置。本来足のみ2つ並ぶような、ヒワや違う、上振れることめったにないのでラッキーです。チャートではその後の空気砲を避けて半分に到達だったから大幅タイム短縮になったね。これもジェスト回避を利用して星が消えるまでバンバン投げつけます。ジェスト回避したことで2つ吸い込める余裕もできるのよき。ディフェンスしてきてるけど脇のガードがバガバなんで、あとは適当に星吸い込んで終わりです。真横の星吸えば若干タイム短縮に繋がりそうだな。ここ改めて見るともったいないことしてるなって思う。てなわけで、すっぴんツアー、メタナイトカップは、難易度が低く戦う数も少ないので、タイムアタックっぽくプレイしました。すっぴんチャレンジは大体クリア優先だけど、メタカップは簡単だからね。さあ中ボス戦だ、ここはタイムアタックっぽいプレイするぞ。お前にしちゃ珍しいな。最初のスライディングはジェスト回避、ここで2つ同時に吸ってケツにぶち込みます。スライディング中に当てることで、威力落ちてますが問題ありません。そうすることで次の行動は雪玉3連打になり、それを全て吸ってハット撃破。なるほど、半分の演出スキップが目的。そして今頬張ってる中ボスをすぐ出さず、ハンマー振り下ろして星出させてから吐き出す。そしてすかさず星吸って待機。方向が終わってから星型弾を放つことで、おそらくすっぴんでの最速撃墜が可能になります。ボンカースにすぐ攻撃しなかったのはなんでだ？すぐ攻撃すると速攻半分に到達して、次に星を出すまで時間かかるから、あえてすぐ攻撃せず調整したって感じだ。お前にしては賢いプレイだ。失礼な。さて、運要素が絡むドンキーコング戦。こいつは足元まで近づきすぎないようにして、投げ払い攻撃を誘います。ジェスト回避したらすかさず吸い込みを。通常一発、貫通一発、これが理想火力かな。ダメージ調整に配慮するとそうだな。ただこの投げ払いの星は手前からすぐ消えるから、最悪通常2発でも妥協することあったな。おっと、これは運が良い。最初の投げ払い攻撃は1で誘えたけど、次からの行動はランダムっぽくて高確率で岩を投げてきたんだよ。それがつかみ攻撃と。もしかしたら投げ払いの後に同じ位置に立ってるとつかみ攻撃してくれるのかも。相当上振れてるな今回。これは何としてでもミスなく進行したい。ここのゴリコプターは終わり際にジェスト回避成功すればいいんだけど結構難しい。まあでも次の攻撃に移るまでに撃破が理想なので妥協できる範囲です。次の攻撃の足踏み衝撃波は攻撃して星出すまで時間かかるからタイム狙いならやらせたくないわな。お、次はキャロライン。タイムアタックの見せどころでもあり、すっぴんクリアでの華麗な撃破も見せどころだ。こいつ素早いし場外出るから、タイムアタックの天敵でもあるよね。同時に腕の見せどころ3でもある。最初のひっかき攻撃2回は、普通に吸って吐いて終わり、この後は行動パターンがランダムっぽいから、アドリブでダメージ調整します。うわ、アドリブかここで。ダメひっかきは星3つ出るので、貫通と通常を1回ずつ、よし、いい感じに半分到達してない。そして3連切りは全て回避。星を吸ってないのはそういうことか。そういうことだ。最後の攻撃から出る星3つをぶち込んでやるぜ。まだ結構体力残ってるぞ。ここから場外へ飛び立つんですが、それまでに撃墜はさすがに難しいのでキャッチまでに倒すのが理想としました。投げてきた剣を全て吸い込んで、あれ1本残っちゃったけど大丈夫くらいや。よかった、これで火力足りなかったらどうしようかと。事前のダメージ調整が生きたは危ない。一応着地後の星で KO が最低妥協ラインでしたが、やっぱ動画としては着地前に倒したいじゃん。メタカップのお手軽さならではの妥協ラインの狭さである。お次は中ボス戦。ここもしっかりパターン組んであるので、すっぴん最速撃破のパターンをお見せします。コピーありだとこの時点で死ぬぐらい今作の中ボスは脆いですが、果たしてここの振り下ろしはジェスト回避。重要ポイント、星は1個ずつ吸い込む。2個目は盾を構えてから吐き出します。そしたら転倒してまた星を出すので、ここも半分演出スキップが可能に。お早い。クワッスの最終進化っぽいのは吐き出さず離れた位置で待機、ステージ角に移動してくれれば理想パターンです。こいつが竜巻出したの確認してから吐き捨てて半分竜巻から出る星を吸って、方向終わって中央へ飛び立つ前に撃破する。こいつ結構厄介な攻撃してたから、これ結構早い方だな。スワロリーナは本当に大変だった。半分到達後の攻撃めちゃくちゃ長いから、それ打たせる前に倒せないかと試行錯誤したよ。概要見た感じだとカービィの誘導も大事なんだね。そこも発見するまで大変だったわ。さて、メタカップ最終戦。この刺さってる剣は空気弾やスライディングで吹っ飛ばせます。で、このメタナイトのチャートはない。ないんかい。歴代のナイト系同様にパターンがない。もう全てがアドリブです。あとこいつやたら回避使ってくるので天敵です。
ここ1段切りと3段切りのパターンがあるけど、ジェスト回避すれば見極めが可能です。3段切りは星3つ出るから美味しいのですが、全然やってくれない。ちょっと運が悪いねこれは。メタナイト戦はダメージ覚悟で、相手の攻撃に合わせて星型弾発射が良いのかも。回避対策だね。でも見た感じ回避した後すぐ攻撃するから、変に待つより次の行動を移させた方が早いかも。それは一理あるけど、その後の行動次第だな。お、これはもしかしてラッキーパターンかも。ダメの斬撃攻撃は、貫通弾にできるから美味しい。しかも必殺技の突進化、これは本当にラッキーだ。見ての通り星フィーバータイム、これぶち込んで半分だ。メタ戦前半の不運が返ってきたな。しかもお釣りがちょっと出るレベルで、半分からの行動はスターラで覚えてきたであろう。岩落とし攻撃は何もやることないので待機だな。この後のキャッチの時に星型弾1発入れたらとても理想だけど結構難しい。ここでメタナイトの影を確認して吐けばいいけど、サンディだと方向感覚がバブる。そればかりは慣れるしかない。お次の衝撃波は若干追尾するから、壁に誘導して星出しちゃいましょう。あとはもう適当に吸って吐くだけや。ここもたもた上振れまくって焦ってたんです。ってことで終了。1時間ぐらいで組んだチャートですが、かなりいい感じではないかなと思ってます。案外短くていい加減なのくさ。まあメタナイトカップで突き詰めすぎても仕方ないかなって。あうん、それもそうだね。タイムは3分23秒。すっぴんでやってる人まだいないから、早いかどうかなんとも言えないね。メタナイトカップだし、まあ細かいことは気にしない。さて今回やったのは一番簡単なコロシアム。まだ2段階残ってますが、次からまた難易度が跳ね上がります。今回は簡単だったのでタイム特化でしたが、次の難易度からは生存も視野に入れて頑張ってもらいましょう。それでは次回のすっぴんツアーアルティメットカップでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。